はい、6点です。斉藤さん、はい、9点です。福山さん、はい、5.7 点です。須藤さん、5.1 点です。最後佐藤さん、はい、6.7 点です。次回の選考でも挽回できると思うので、もうその選考も頑張ってください。はい、はいはい、10点満点で10とか出ないんだな、うん、そうそうじゃない、こんなみんなすごいな、なるほどね。嬉しいと思うことと、あとフィードバック、まあ、9点だったんでマイナス1点のところが自分でも、あー確かにって思うような的確なところだったので、でしかも正直言って普段あんまりしないミスを今回緊張したからかしてしまったので、ちょっと悔しいなって思いがあります。やっぱり自分が面接初めてで、どこからやっていいか分かんないっていうところで、自分がそのPR コンサルティングの企業に入った時に、自分の SNS のこととかも活かせるし勉強したいみたいなお話をさせていただいたんですけど、そういった時にやっぱりじゃあ君ってちょっと働いたら勉強できたらうちすぐ辞めちゃうのみたいな風なご意見いただいたので、まあ、そこは確かになるほどなっていう風に言い方がちょっともうちょっとうまく言う必要があったかなって、全然そんなねすぐ勉強したらやめてやるぞなんて思ってないのでそういったところがやっぱ、ま、もうちょっと自分ベースで話しちゃってるところがあったので、もうちょっと会社に寄り添える言い方ができれば今後の良い展開につながるんじゃないかなっていうふうに思ってます。続いては社員訪問のパートになります。社員訪問は就活生の順番や回数等は決まってないので、自由にレクトルさんのもとに質問をしに行っていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。失礼します。石坂珠恵です。よろしくお願いします。ベクトルの青山と申します。よろしくお願いします。ベクトルもアジアだけじゃなくて今世界でナンバーワンを目指すっていうフェーズだと思うんですけど、はい、ナンバーワンになるために具体的に何が足りなくてどういうことをしてるのかみたいなところを教えていただきたいです。はい、ありがとうございます。まずPR 業界で世界ナンバーを目指していくというところで、はい、今経営戦略として掲げているのが広告業界のファストカンパニーというところを掲げています、はい、でそこは PR を中心として PR 以外にもですね、広告業界でより効率的にものを広めるための手法というところを今数多く揃えていて、特に力を入れているのは PR×デジタルアドの領域を力を入れています。一緒にお話を伺っていいですか。はい、大丈夫ですよ。失礼します。世界ナンバーワンの PR 会社で、世界ナンバーワンの広告業界のナンバーワンも目指しているってことですか。そうですね、広告業界の領域にも入っていって、より効率的にものを広めるための手段を提供できるような会社になっていきたいなというふうに思っています。ちょっと話が違う、就活っぽい質問をさせていただきたいんですけど、はい、なんか青山さんから見てなんかこいつベクトルっぽいなって思ったなんか就活生の話とかをお聞きしてもいいですか。そうですね、会社としてはベンチャースピリッツというのをすごい重視しています。で僕自身が入ったのが2013年だったんですけれども、まだその時は当時の東証マザーズに上場したばかりで、今は東証プライム市場に上場している会社ではあるんですけれども、まあ、今でもすごい大切にしているのがベンチャースピリッツです。でこれは PR コンサルタント自身もクライアントに対してどんどん新しい企画だったり新しいコミュニケーションの方法を提案するというのはもちろんなんですけれども、今ベクトルグループとしては40社グループ会社があって、その中には PR コンサルタントから今時代に合わせたコミュニケーション手法を広げるときに自分で新しい事業を提案して企画実施して新しい事業会社の社長になっているメンバーもいるので、やっぱり時代のトレンドっていうのがどんどん変化していく中で自ら新しいものを生み出したいであったりとか、今まで誰もやっていなかったことを自分が取り組み始めたっていう、そのベンチャーマインドを持っている人っていうのは就活生でもすごい会社に求められている人材なのかなというふうに思っています。それでは第2回アピール会も始めていきたいと思います。今回の選考はグループディスカッションです。今回も先ほどと同じように1人10点満点で点数がつくのですが、今回のグループディスカッションは3人と3人の2チームに分かれて行います。で、この2チームの中でより良いアウトプットを出した方についてはそのチームのメンバー全員にそれぞれ3点ずつポイントが追加するので、ぜひ皆さんも協力して頑張ってください。はい、はいはい、それではグループディスカッションのテーマは、男性用化粧品を広めるにはどうしたらいいか、そのアイデアを考えてください。制限時間は20分、そして最後に1分間程度で、その話し合いの内容を
をまとめてください。それでは始めてください。お願いします。ちょっとタイムキーパーお願いしてもいいですか。はい、任せてください。じゃあ初期やりますが、お願いします。アイディアあったら書き留めといてください。 OK です。全体の流れどうしますか。全体確認して、はい、で、どういう商品が売れそうなのかというか、うん、どういう商品があるのか。あ、今現状ですね。そこがちょっと、うん、多分男性向け商品ってあんまり馴染みないものな、うんね、気がするので、うんうん、そこの話がしたいですね。前提確認と現状の商品と、うん、あとはそれを踏まえた上でどうやって広めていくのか。広めていくか、うん、アイデア出しになりますか。アイデア出し、アイデア出し、OK です。自分的には、はい、なんかそんなにもう自分も詳しくなくて、はいはいはい、でも肌をきれいに見せるとかそういう系じゃないですか。確かに男性の方がなんか肌がちょっとね荒れやすいとかって結構肌荒れ対策みたいな CM とかよく見かけるから、化粧品っていう前にその肌をきれいにするっていうところは結構意識向けられてるイメージがあります。見せるってとこかも。他人に見せる用の顔の商品。なるほど。じゃあ女性と比べて化粧品っていうと飾るっていうよりかは基本的な何かを よくしていく、整えるに近い。ああ、整える、なるほど。だからサウナとかもはまなんか流行っていくんですよ。ちょっと違う。でもちょっと面白いかもしれない。ちょっと整える。整える。なるほど。あ、ごめんなさい、ちなみにこれ男性の化粧品広めるの私たち何会社っていう感じですか。でもこれって PR コンサルタントとして、うん、かじゃあクライアント様から言われて、化粧品にはどうしたらいいの、うん、PR するっていう、ちょっと考えますねっていう。じゃあクライアント様は今は、女性用のを扱ってるみたいなイメージでやってますではない。ここはもう自分多分考えなくて大丈夫。あ、考えなくていい。もう多分 PR 会社で、うん、として男性用化粧品を広めよう。わ、はい、かりました。 OK です。で、実績がないっていう状態、うん、一から始めたい。 OK、はい、です。 OK です。 OK です。で、じゃあ現状どういう商品があるのかっていうところを考えると、さっきちょくちょく出てたのが、うん、まあ、眉毛とかの毛、体毛系、眉毛、ひげを整えたい、剃りたい、うん、あとは肌だね。肌を綺麗に見せたいみたいな、うん、綺麗に見せたい。あと最近なんか デパートコスメ、デパコスのところで横浜流星さんが周辺村で起用されたりとか、はいはいはい、トリプル A の人とか起用されてるのとかで、結構メンズでそのファンデーションっていうところで使われてるのとかよく見かける、うん、あとは韓国系のなんかスキンケアみたいなやつで、うん、韓国アイドルの人起用だったりとか、うん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 、あと北村匠海が、うん、映ってるのとか見かけたので、うん、なんかそういった男性を最近、男性のなんか俳優さんとか起用してっていうのはよく見かけます。なるほど、なるほど。今その眉毛とかひげを隠したって多分みんな結構思ってるけど、放置してるか化粧品まで踏み切れてないと思うんですよ、うん、それって何が原因だと。やっぱり認知されてないから。認知されてないが一番だ。認知されてないとか、やっぱりなんだろう、男性がメイクするっていうことでまだ抵抗感ある人とかもいると思ってて、うん、そういったところで、まあ、その有名な人とかを使う、うん、PR で使うことによって、ね、やっぱり、あ、この人もやってるんだじゃないけど、うん、そういったところから、まあ、踏み出していく人もいるのかなっていうふうに思います、ね。うん、なるほど、なるほど。じゃあ、まあ、現状結構男性化粧品は出てきてるけど、うん、認知されていない現状があって、抵抗感があって、うん、なかなか買いにくいみたいな、買いにくい。で、そういうところに他の企業としては男性タレントを使ったりとか、うん、そういうことをしているっていうのが今、うん、ですね。あとあれじゃない、薬局とかに行ってもさ、もう女性用のさ、うん、コスメでしか多分目に入らない。うん、だってキャンメイクとか女の子って本当に楽しいって言ってるから、うん、女の子に向けすぎてる。うん、確かに。そういった女の子イコールメイクみたいなのがまた強いなって思う。うんうん、なるほど、なるほど。なんか今回どこにアプローチすればいいのかなってずっと考えていて、正直今いろんな企業やってることはやっぱ男性もメイクできるよっていうようなことを今他の企業もやってると思ってて、さっきのタレントもだからそこに埋もれないようにするためにはどうしたら、どういうニーズがあるのかなっていうことを考えた方がいいかなと思っていて、なんか多分そういう化粧品に特化したことを、うん、ところで高男性の俳優キース起用するよりかは、うんうんうん、インフルエンサーに頼ん で、うん、でそれをなんか、まあ、よく案件じゃないけど、うんうんうん、そういうのを提示して SNS とかで発信した方が多分広まると思う、うん、一番。だから俺なんかだって絶対化粧品、女性用の化粧品見ないし、うん、そこに男性が起用してても何とも思わない。なるほど、なるほど。そう、だけどこういうことはできますよってインフルエンサーとかがインスタグラムで発信することができたら、多分俺もあ、そうなんだってなるし、うん、
そっちの方が腑に落ちると思う。実際これ多分売り上げを上げるとかじゃなくて広めるから、インフルエンサーに頼むのはめちゃくちゃ効果的だと思って、実際自分もそういう PR の仕事とかやってるんですけど、そういったところでフォロワー何人以上じゃないとできない仕事とかやっぱりあるので、そういった中では男性のなんかインフルエンサーさん、化粧品とかあんまり触れてないような人とかにも届けるっていうため、男性に広めるっていうところでいったら、そういうなんか有名な男性のそれこそコムドットとか、なんか東海オンエアとかいうなんかバーって、あんまりメイクっていうイメージじゃない YouTuber とかに起用するのもありじゃないかなって思います。ごめんなさい、一回全体に戻れて、ごめんなさい、自分の認識が間違ってて、男性が化粧品を広める方法、私はてっきり広めるために商品作るのかなと思ってて、もうマーケティングのPR 方法みたいな、あでもそうか、 PR 方法だったから広めるにはだったから、俺は広めるには広める方法だと思ってた。なるほど。すでに元からある男性用化粧品、なんかその新しく、はいはいはい、男性用化粧品っていうなんかのブランドがあって、それを新しく広めるために、これから広めていくにはどこと生まれないかとか、そういった話だと思います。なるほど、ごめんなさい、最初からじゃあ私が食い違ってたのか。で、なんで広まってないかって言ったら、認知されてないだったり抵抗感があるからまだ広まってないよね。なるほど。でそういうふうにはどうすれば解決するかなって言ったら、インフルエンサーを起用するのが得策なんじゃないかなっていうのが今の。今一個質問があって、抵抗感っていうのはどこから来てるのかなっていうのがあって、やっぱメイクをしてる男性が少ないっていうところから、なんでって考えた時に、メイクにまだ抵抗感、そのやり方が分かんないしとか、やっぱ女性が使うものっていう、多分化粧って品っていうのは女性が使うものっていう、まあ、バイアスがあるかなと。めめしいから嫌だじゃないけど、そういう人も一部にはいるんだろうなって、ひげの悩みとかありつつもやらないっていう、メイクとかやらない人は。さっき言ってた、メイクの仕方がわからない、それも一番多分理由があると思う。どうやってすればいいのか、変になった方が怖いとか。そう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 、あーなるほど。だって変にさ、白くなりすぎたらさ、やばいじゃん。それめっちゃ根幹だと思ってて、失敗するから怖い。そうそう、それも絶対ある。そうだよね、メイクの仕方わかんない。失敗しそうなことにわざわざ挑戦しないと思うので、なのでインフルエンサーさんとかに起用っていうところも、いろんな有名な YouTuber さんには拡散目的で頼めばいいと思ってて、なのでメイク系 YouTuber、 女性の YouTuber でも男性の YouTuber でもメイクに関係する人、メイクの固定とかをしてくれる人に、まず意識を渡して、このメイクで例えばフルメイクやってみたとか、なんかそういったところで男性に向けてのアドバイス、なんか例えば色黒の人が多いっていうところだったので、じゃあなんか無理になんか白いファンデーションを使うんじゃなくて、なんか肌に合った結構暗めの色、女性からしたらこれ結構黒いなみたいな色でも使えるようにするとか、そういったアドバイス、あとは男性は結構鼻が高いので、もともとシーリングはあまり入れなくてもいいよとか、そういったところの細かいアドバイス、男性に向けたアドバイスをやってくれる YouTuber さんとかインフルエンサーさんを起用していくのが大事かなっていうふうに思いました。なるほど。そういったあんま知らない人でもできるんだよとか、知らない人でも手にしてみたらよかったよみたいなところも必要かなって思っているので、そういった面ではなんか男性の有名なインフルエンサーさん、男性に広めるっていうのが多分これ男性の視聴者が多い YouTube。 なんか個人的に思ったのが、そこまでの流れめっちゃよくって、でもいざ買おうって思った時に、さっき言ったように薬局に行ったら女性用しか並んでないみたいなことがあるのかなと思ってて、そこでまたやっぱり仕様にしちゃう。これをオンラインにすれば絶対売れる、Amazon とか。そう、そういうことか。だからその人たちがこの下の、今多分やってると思うんだけど、実際にね、この下のリンクから飛べるので、ぜひ見てみてくださいとか、買ってみてくださいとか、だから薬局に行かなくても買えるようなこう時代にはなってるし、実際そういうところで YouTuber さんとかとこうタイアップするときって、なんかここのリンクから買ったらちょっと安くなりますよとかいうのができるから、そういった若干割引、なんかいくら以上買ったらそれもついてくるようだったりとか、なんかそういった特典とかつけることでっていうのはありかなと思います。なるほどなるほど、ありがとうございます。なんか思ったのは、今俺の見てるインスタグラムは、確か服とかあと靴とかっていうなんかニーズがあるのね、俺のファッションとか、そうだと思う。でその中の一つとしてメイクもやってくださいって言ったら、ファッション見るついでに、あ、じゃあ自分もこうファッション、そうそう、それに合ったメイクとかもできるんじゃないかなみたいな。あとはまあかっこよくなるためにこうファッションもあるけど、あ、メイクもやり方あるんだなみたいな、っていう広め方も
一つある。あ、じゃあごめんなさい、順番ちょっと間違えちゃったかもだけど、やっぱりその YouTuber とか Instagram ってなるとターゲットとしては若い男性っていうところ、うん、そうですね、うん、若い男性でファッションとかにもある程度興味はあるけど、メイクをしない人。そう、まあ、実際おしゃれとかには興味あるけど、うん、メイクはしてないって人結構周りにもいるし、むしろメイクしてる人がやっぱ少ない現状なので、うん、圧倒的に少ないね。でもそういうファッションとかみんなに気にする人って、うん、なんか多分顔も気にしがちなんだけど、うん、髪型とかね、うんうんうん、でも多分今届いてないのはメイクなんで、うんうん、そういったところの、そうターゲット層を絞ってやるとしたら、うん、インスタグラムがいいと思う。また YouTube って動画が長いから、もちろんそのメイクの過程とかを頼む分にはいいんだけど、短いやつショート、うん、YouTube ショートとか、あとそれこそインスタも動画リールの方が最近再生数とかもバンバン上がるから、うん、結構見る人が多いので、うん、その短い中でもでパンパンパンって一回見たら似たようなの流れてくるから、うん、あまたこの化粧品じゃんみたいになって、だんだんそうやって何回も刷り込まれてくると、インスタでもあるし YouTube も見るし、あれなんか Twitter でもあるなとか、なんかあれ Amazon にも最近そうやって受けるのあるなとかなったら、もう何回も見てるから、まあじゃあ買うかみたいな、結構知ってるよねみたいな、みんなが知ってるよねっていう風になるので、広告がガンガン打つって意味では、そういったいろんな媒体 SNS で、SNS いろんな媒体で頼むのがいいかなと思います、うん、なるほど。1分半、1分半か、誰が発表しますか、1分で今ね、いいか、大丈夫だね、うん、いいんじゃない、いいっすか、わかりで、うん、ちょっと待って、でも自分なりまとまってない、そのまま行こうか、そうか、こまごま口、一人だけ、いや、1人だと思う。あ、なるほど、うん、まとまってない、どこがまとまってない、なんかどうやって話、どういう順番で話せばいいのかながわからなくて、でまず結論言って、で現状としてこういう、うん、あ、オッケーです、認知してない、オッケーオッケーオッケーです、はい、了解です。それでは、制限時間の20分になりましたので発表をお願いします。発表させていただきます。結論から申しますと、私たちは20代から30代の若い男性で、かつ身なりに気を使ってファッションに少し興味があるような男性に SNS マーケティングを通して男性用化粧品を広めたいと思っています。でこの理由としましては、まず男性用化粧品現在広まっているとはいえども、やっぱり認知されていないというところがすごく大きいなと思っていて、使っている男性が少ないからこそやり方がわからないだったりとか、あとはそもそも化粧品ってどうして使うんだろうみたいなところの心の疑問があると思います。でそのやり方が分からないのが何が怖いかっていうと、やっぱり失敗するのが怖い、さっきの認知されていないのも周りに人がいない、お手本がいない、この2つが大きなニーズだと思っています。でそこで私たちは SNS マーケティングを通しまして、まず広める媒体として YouTube の、全くメイクとは関係ない男性リスナーを多く持つ YouTuber の方に、そういったメイク動画、メイク商品をこう紹介するようなものを載せてもらう。ただこれだと案件っぽいので、例えばファッションに気を使っている方だとインスタグラムの投稿でファッションのことを見ることが多いと思うので、ファッションアカウントにメイクを取り入れてもらうような、そういったアプローチをかけたいと思っています。でそして認知を広めた後で、それがすぐ購入できるように、例えばインスタグラムから直結でオンラインで購入できるようだったりとか、あとはやり方が分かるように YouTuber にフルメイクやってみたみたいな動画の下にオンライン購入ができるっていうような一連の動線を整えてあげて、かつそういった接点を増やしていくことで、広告だったり SNS でメイク、男性用化粧品っていうのを刷り込んでいくっていうようなところで、私たちは男性用化粧品を広めたいと考えています。以上で発表終わります。はい、それではグループディスカッションお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかそんなにめっちゃ良くはないけど悪くはないよねみたいな、いわゆる旧大点みたいな超普通叩き出しちゃった気がしてて、なんかそこがなんかこんなにいいメンバー揃ってたのにちょっと足りなかった気がしてて、なんだろう、多分いい知恵は出せてたと思うんですけど、なんか結論っていうか、みんなって言うんだろうな、なんかちょっとめっちゃわかる。今回のテーマは、ビジネスホテルの
客数を増やすにはどうしたらいいのか、そのアイデアを20分間で考えてください。で最後1分間で簡単に発表いただきますので、そのつもりでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。します。最初に役割を決めていきますか。じゃあメモ的な方の初期でもいい？1回は、はい、後でなんか綺麗に書くやつ必要かも。20分なんで5分前提確認、5分発散、アイデアも発散して、うん、5分で収束して、まあ、残り5分でちょっと発表の練習とか、うん、わかりやすい。で、はい、いけたらいいと思うんですけど、どうですか？いいと思います。うん、いいと思います。はい、じゃあ、はい、最初に前提確認なんですけど、はい、誰がこのお題を出したかっていうところも大事だと思うので、ビジネスホテル側に。ホテル側、ホテル側の経営陣みたいな感じです。私たちがホテルの経営陣です。そうです。OK。はい。で、はい、大丈夫。大丈夫？でそれをまあ解決するっていうか課題を渡されたのは、うん、まあ、ベクトルに所属する、うんうんうん、いや、まあ、どっちでもいいじゃん、うん、経営陣でいい、経営陣でいい、ごめん、いい、大丈夫、はい、オッケー。じゃあターゲットを決めよう。ターゲットってまだ決めなくていいかなと思うんですけど、うん、例えばアイデアによってこのターゲットに刺さるとかあると思うので、うん、一旦客数っていうのがどういう要素なのかっていうのを考えたら、うんうん、どういう要素っていうのは、例えば、あと期間とかもちょっと今決めた方がいい。1年間とか。なるほどね、うんうん、細かく決めちゃう、決めなくてもいいですかね、時間的に、うん、はい、そうね、あとパッと今2分ちょい経過して、3分ぐらいかな、うん、それ理系地区に考えるか、ふわっと文系地区に考えるか。じゃあふわっといきましょう。ふわっとやったら得意です。さっきターゲットでもいい、はい、ターゲットをどういう客層に絞るかみたいなところを考えた方がいいかなって思う、うんうん、一番その利用する層としてはそれこそ、まあ、新卒からだいたい10年ぐらいが一番使うんじゃないかなって俺個人的に、ね、思ってて、まあ、ヘビーユーザーをそのまま増やしちゃうってこと？そうね、2通りの考え方あると思う、新しい客層を呼んでくるか、家族連れとかを、うん、ビジネスホテルに入れちゃうキャンペーンを作るか。ああ、なるほどね、確かに新規の方がいいと思う。じゃあ新規にして新規をその何にする？例えば家族連れとか、あの夫婦とか。新規ってのは決まったんですか？あ、ごめん、新規もありだし、新規だからいろいろ最初考えておいたと思って、まあ、20代30代が一番利用するなら、うん、多分これあるビジネスホテルいろんなある中でここを選んでほしいっていうことなので、うんうん、まあ、単純に一番ターゲットニーズが高い20代30代を狙うのも別にいいかなと思って、30代のビジネスマンにするか、ビジネスマン、はい、新規のターゲットにするか一旦決めた方がいいかも、うん、決める、はい、大丈夫、大丈夫、大丈夫、どっちにする？決める、お二人は新規の方がいいってことね。新規の方が、うん、俺はちょっとその増やすっていうのが目的やから、うん、その客数を、うん、その数字っていうのがとても大事になってくると思うから、どっちの方が数字が伸びやすいかなって考えるときに俺は新規の方かな。同じ客数を増やすって、あえてそのこっちの立場で言うと、うん、同じ客数を増やすっていう意味で、うん、20代、30代が一番このビジネスホテルを使う人が多いので、うんうんうん、その人たちが興味を引くようなことをこのホテルがやれば、うん、このホテルを選んでくれるんじゃないかなと思うんですけど。あ、じゃあ既存の方がいい。既存、まあ、どっちかといえば、うん、既存のビジネスポーハソン20代、いや、あ、新しいことをやるのはいいんですけど、ターゲットはその一番人数が多い20代、うん、あ、なるほどね、いいかな。全然その10代とか家族でとかっていう意見もあっていいので、うん、まあ、どっちも考えてもいいかなと思って切り捨てずに、ああ、どうしよう、いや時間がね、微妙だよ、前提確認はもう終えたい、うん、じゃあ、既存の20代30代が多分ヘビーユーザーだとして、うん、それを増やすための新しい施策を考える、うんうん、ヘビーユーザーでビジネスパーソンいける、はい、 OK の増やすための、もっと増やすための施策、うんうんうん、そうですね、今あるプラスでってこと、うん、うん、今あるプラス結構新しいのが必要やで、そうね、そしたらアイディア、アイディアっていうか、まあ、うん、発散に移るか、うん、アイディア、そうやね、前提のところをまとめると、うんうん、その提案したのか、初期の方は、うん、大丈夫、うん、まとめてもらえますか。20代30代のビジネスパーソンがヘビーユーザーだから、うんうん、持ってるビジネスホテルの、うんうん、その人たちの客数をもっと増やすための施策っていうのを考えたらいいかなと思います、うんうん、はい、はい、でこっちはホテルの経営陣っていう設定で、うん、なんかビジネスホテルの規模とか、あ、うん、戻っちゃってましたね、まあ、なんかホテルがすごいざっくりしてて、どんなホテルなのか何も決まってないと思って、まあ、駅前とかにあるようなホテル、うん、チェーン
チェーンホテルの、たくさんあるホテル、チェーンホテルのその駅、うん、その駅っていうのはどういう人が通う駅かっていうのは、やっぱり会社がいっぱいある駅、そうね、オフィスが近くにある、オフィス街にあるホテル、オッケー、オフィス街にあるホテルっていうの決めちゃおうもん、うん、そうね、それが確定したオッケー、じゃあここで前提終わり、オッケー、で、次は、アイデア破産、どうしようかな、どういうのが増えるかな、どうしたら増えるか、どうしたら増えるか、オフィス街にあるホテルで、まあ、客数を増やすために、うん、課題は何なので、課題は、課題ね、まあ、どこも一緒やな、うん、正味どこも一緒、なんか価格競争みたいなところあるなと思うけどね、なんか会社が出してくれるのか、そうね、なんか課題、ホテルにじゃあどういう時使うかなって考えたら、例えば自分たちの社会人だとして、うん、ビジネスパーソンになりきろう、やっぱ出張の時が多い、そうやね、で、その本社じゃない違う支社に行く時かな、うんうん、その支社のオフィスの近くに泊まるとこかな、うんうんうん、そうね、出張、ごめん、オフィス街は東京っていうイメージで、あ、東京駅にしようじゃん、うんうん、あ、想像しやすいから、OK、そうね、それで出張で、今行ってる20代30代、ね、うんうん、のビジネスパーソンをさらに増やそう、増やす、そう、うん、そこはまあ決めなくていい、個人的なもんですけど決めるなら、うん、そう、はい、で一個考えたのは、うん、今チョコザップとか流行ってるやん、うんうん、だからジムと一緒にしちゃう、うん、ジムを組み込んじゃう、そのホテルの中に、うん、なるほどなるほど、ないやん、オフィスじゃないやん、ビジネスホテルは、うんうんうん、ビジネスホテルに加えてそのチョコザップみたいな、その小さなちょっとジムみたいなのもセットでつける、そう、ホテルに泊まった人がそのジムで体も鍛えられるみたいな、そう、うん、いいと思う、ホテルの中にジムを作る、まあ、ジム以外にも、うん、それこそビジネスホテルって本当に完結してるから、うん、完結っていうかそのだいぶこう必要最低限の機能が備わっているものだから、そこにちょっとコンセプトとしてはちょっと豪華なビジネスホテルみたいな感じで、うん、プラス何円にしてのコース、そうそうそう、コースみたいな感じで、うん、そのジムが使えたりだか、あとちょっといいなんかスパっていうか、そのリラクゼーションシステム、マッサージみたいな、そう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 、っていうのがこうセットでつけると、なんか、まあ、今日使えたなっていう時にこうパッとそこのホテルで全部完結して休めたりするのかなとか思ったりした、めっちゃいいと思う。え、プラスいくらにする？プラスいくらにしような、これ今回売上に注目しないからプラスしないのはダメ、お金プラスしない、うん、新しいコースを作ります、うん、だけでいい、うんうん、まあ詳しく細かく設定しなくて、うんうん、なるほどね、確かに、ちょっと豪華コースを作ります、うん、ホテルの中に、まあ内容としてはそのジムであったりスパであったり温泉であったりサウナであったり、オッケーオッケー、スパ、じゃあホテルをかなり改装する、そうやね、ちょっと実現可能性がまあ難しいかと思うとは思うけど、まあ、ちょっと豪華コースを作りましょう、うん、なんか名前つけん、なんかコンセプトの名前なんかつけたいね、うん、割とこのアイデア発散は終わりみたいな感じ、うん、そうね、じゃあ一旦確認すると、うん、今ビジネスホテルの客数を増やすためには、うん、常にいる20代30代のヘビーユーザーのビジネスパーソンを増やすための施策として、うんうん、あのオフィス街にあるあのビジネスホテルに、うんうん、あのちょっと豪華コースを作る、うんうん、まあプラス料金もするかもしれない、うん、ちょっと豪華コースを作ります、うん、であの内容としてはリラクゼーションとかジムとかスパとかサウナ、それも全てそこ のホテル内で完結します、うん、じゃあ1個別のアイデアとして、そのホテル内で改装するのかなり難しいと思うんで、うん、もう近くにあるマッサージ店と連携するとか、近くにあるジムと連携して、まあ、外に行きたくないっていう意見もあると思うんですけど、まあ、その方が実現は簡単にできるのかな、すぐにできるのかな、結構いろんなとこ行っちゃうけど大丈夫、スパもリラクゼーションも、まあ、行きたい人が例えばもう全部行きたければ全部行く人だろうし、スパしかやりたくなくてマッサージだけでいいっていう人はもうマッサージだけ行けば、なるほどね、うん、もうめっちゃ話しようと話しちゃってるし、うん、大丈夫、多分この話を広げるよりかは今これをじゃあどうやって宣伝するかにちょっと時間割いてもらいたいな、多分これを確かにそう PR するべきだと思うから、うん、その別にうちは勝手にやってますよっても来へんと思うから、うん、その宣伝の仕方をちょっとだけ考えてもらう、 OK、 一旦じゃあこれでいい、ここを詰めないでいっていい、うん、はい、じゃあちょっと豪華コースをつけます、うん、ちょっと贅沢コースにせん、
そうね、ちょっと贅沢、ちょい贅沢コースみたいな、プチ贅沢みたいな。で、その宣伝として、ごめんね、俺めっちゃ話しちゃって、はい、あの宣伝としてその、まあ、SNS の運用とかあると思うんだけど、うん、それは既存のものだから、それにプラスして、あの YouTube とかショート、YouTube のショートとか、そういう短編での広告をたくさんしたらいいかなと思う。うーん、そのちょい贅沢コースを知ってもらうために。そう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 。あの宣伝ってその魅力を知ってもらうっていうのが大事だと思うけど、まずそもそも存在自体を知ってもらうっていうのが大事だと思うから、うん、あのあちょっと目につくぐらいでもいいから、その短いなんて動画内でのアピール、PR っていうのを挟むと、ちょっとは食いつくっていうか知ってもらえるかなと思う。うんうん、どう、そこについては。あ、でもいいと思ってて、なんか最近よく YouTube ショートとかで流れるのが、うん、なんかカップルとか夫婦とかがこの温泉旅行行ってみたいなみたいなのですごい短くその魅力がまとめられてるみたいなのがあると思うんで、まあ、YouTuber にお願いするっていう形にはなると思うんですけど、ショートとか、まあ、20代30代がやっぱ YouTube を見る人が多いと思うので、いいと思います。まあ、別に20代30代じゃなくて、一応ターゲット層はそこであるけれども、その絶対若者、それこそちょうど今の俺らみたいなのが見て、あのちょっと社会人になったらちょっとここ利用してみようかなみたいな、あ確かになるから、その動画とかの広告は若者向けでもあり、そのターゲット層でもある、うん、でもその既存のサービス自体はその今設定した20、30代のターゲット層向けのものでいいと思う、うん、はい、いいんじゃない、うん、割と収まった、うん、あとなんか同じ客層を増やすって、あえてそのこっちの立場で言うと、うん、同じ客層を増やすっていう意味で、うん、20代30代が一番このビジネスホテルを使う人が多いので、うんうん、その人たちが興味を引くようなことをこのホテルがやれば、うん、このはい、それでは制限時間になりましたので発表を1分間でお願いいたします。はい、私たちのグループの、ビジネスホテルの客数を増やすためにはというテーマに関して、まず前提としてホテルの場所は東京駅のオフィス街にあるビジネスホテルにしました。で、その課題を出した人たちっていうのはそのホテルの経営層の方です。で、ターゲットは既存の20代や30代のヘビーユーザーのビジネスマンに向けています、向けました。で、具体的な施策としては元ある宿泊のプランに加えてジムやマッサージ、スパなどのちょっと贅沢なコースを新たに新設することで疲れたビジネスマンたちが癒しを求めてくるように、来たくなるようにしました。これは改装してホテルの中に組み込む予定です。でこれを広めるためには YouTube ショートを用いて YouTuber にお願いしてホテルの魅力を短く簡潔に伝えてもらうことで、20代30代や将来このホテルを使うようになる10代の若者などにこのホテルのことを知ってもらうようにします。以上です。はい、それでは発表お疲れ様でした。ありがとうございました。結構いつもディスクやるときは6人さんもかなりよく喋ってたんですけど、お二人がめちゃめちゃ喋ってくれるなかなか申し訳ない、いやなかなか聞いたから話に入る。違う、マジで申し訳ない、はい、賢いからちょっと多分視点が違うからっていうのは、そう多分結構この1対2でずっと意見が分かれてて、でまあ1なんで大体全部折れたんですけど、全部折れて一つも出すんで、まあそこはちょっとディスカッション、お二人は悪くないですけど2人の方優先するのはどうだったんですけど、ちょっと同じぐらいの発言量で、なんかニーズとか声とかみんなトレンド、こういうのなんか実体験とか踏まえて話してるのがすごいいいなって思った。同じです。はい、ちょっと議論しなくていいことを議論しちゃってて、逆に議論しなきゃいけないことを知ってなかったっていうのが、では現場社員の島田から。はい、皆さん総じてびっくりするほど発言されていて、なんかチーム全体として同じぐらいの発言量で3人が話してディスカッションが進んでくるってなかなかないかなって、みんな負けないぐらい頭の回転も速くてアイデアの引き出しが多くて、なんかそこはすごく聞いていてちゃんと議論の、その広がりっていう点でもすごく良かったなと思っています。
そうですね、なんか大前提やっぱりこの商品今何についてやってんだっけとか、あのターゲットどこなんだっけっていうのが多分皆さん分かんないのも話してたのすごく大変、まあお題が多分難しかったと思うんですけど、なんか今後他社のこうグラディスやるときにもなんか分かんないところは聞いちゃうのか、それともここって私たちの方でも決めちゃっていい部分なんですかっていう感じで、もう決めちゃうじゃないとあのそのディスカッションも進んでいかないので、なんかそういう風にしてもいいのかなとは思います。はい、それでは2組目のグループディスカッションのフィードバック始めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずちょっと厳しいことを言うんですけれども、全体に対しての、マイナスポイント、この子たちは PR 会社のグループディスカッションを受けに来ているのかなっていうところは非常に、疑問に思って、そこはマイナスのポイントでした。まあ、理由としてはですね、まずあの議題として出ていたこれお題誰が出してるんだろうっていうところ、多分出してくれてたと思うんですけど、その会社の経営者なのか、その会社からこう依頼があった PR 会社なのかっていう議論があった時に、まあ、なんとなく経営者でいいんじゃないみたいなノリでこう、まあ、多分焦っていたからもあるんですけれども言っちゃったと思うんですけれども、まあ、やっぱり PR 会社のグループディスカッションを受けるという前提で、PR 会社に落としていればもっと良かったなと。そしたらあの私たちもあのこの子たちが PR コンサルタントになったらどういうディスカッションをするのかっていうのがより見えたので、まずそこはそちらに落とした方が良かったなというところがあります。はい。で一方、まあ良かった点としてはですね、まずじゃあビジネスホテルってどういうホテルなんだっけっていう概念、概要みたいなところを、洗い出していただいていたってところと、あとはじゃあどういう人が今ターゲットしているんだっけみたいなところもあの出していただいたかなと思うんですけれども、あのまずこの、ホテルをどういう人に広めて、それって、ペルソナ分析っていうんですけど、普段どういう生活をしていてどういう課題があってどういうニーズがあるのかみたいなところをちゃんと分析するっていうところが、最初にできていてよかったなと思います。じゃあちょっと難しいお題だったかなと思いますが、グループディスカッションお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、グループディスカッションお疲れ様でした。ありがとうございました。それでは早速一人一人の点数を発表していきたいと思います。石坂さん、はい、7.5点。鈴木さん、6.5点。斉藤さん、6.5点。津山さん、8点。佐藤さん、6点。佐藤さん、7点。勝ったチームは1チーム目です。やったー1チーム目の斉藤さん、津山さん、佐藤さんにはプラス3点がされます。次の選考も頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。私は石坂さんかなと思いました。結構アイデアをこうどんどん言ってくれるっていうのと、あとは相手の意見を否定しなければいけない場面ってこうディスカッションする上であると思うんですけど、なんかそんな時に嫌な空気にするとか強い言葉で否定するんじゃなくって、私は違うと思うっていうのをはっきりこう伝えた上で議論を前に明るく進める姿勢がすごくベクトルの社員にも似たようなところがあるなと思って、まだまだ惜しいところはあるんですけど、なんか石坂さんが入ってくれたらこんなディスカッションできるんだなみたいなのが一番湧いたので、石坂さんがどうでした？でも私も石坂さん の, あの進め前に進めようっていう雰囲気とか、なんかいいなって思いましたし、そのチームワークもいいなって思いつつ、そうですね、私は一つ目のグループだと福山さんが結構良かったなと思ってて、はいはい、なんか前向きな意見が多いなって思ってるし、話の理解力もあるなって思ってるし、やっぱ培われたそのチームを動かす力というか、どうですか斉藤さんとか、斉藤さんお願いできますかとか、なんかそういう振りもできる、そのチームワークとチームを明るくするような力っていうのも結構ありそうだし、あとは自分の体験とか、最近こういうの流行ってるよねとかの意見もなんか結構引き出しが多いなって感じた。面接で見えない自分が見えた感じがします。なんか頭の回転早いかもっていうのがすごく思いました。なんかやっぱり正解がない仕事だから、そうなんかアイデアの引き出しの多さとか、やっぱみんなから引き出す力も含めて、なんかそこができるとすごく合うんじゃないかなっていうのを思いました。モチベーションぐらいの質問、これあるぞこれあるぞ、これ3問ディスカッション。
それでは早速今日の通過者の発表をします。一人目はなんか聞いてたのと少しちょっと違くて、俺だけ多分ちょっとちょっと怖かったです。怖かったです。シンプルギリギリ残ってたらいいな。せっかく5位から2位まで通過したいですね。